こんにちは、くらべです。今週のウィークリーフィックスをお届けします。いやー、皆さん今週はとにかくすっごいニュースがたくさん入ってますよ。まず9月7日サンフランシスコで行われたアップルのスペシャルイベントからなんですけど、世界から注目されるこのイベントになんと日本人が登壇しました。それもゲーマーなら誰もが知っているスーパーマリオの生みの親、あの任天堂の宮本茂さんです。宮本さんはこの大舞台でスーパーマリオランという横スクロールのスマホゲーを紹介し、2016年のホリデーシーズンにリリースすると発表しました。いやー、マリオの待ちに待ったスマホデビューですね。おめでとう。簡単なタップ操作でプレイできるスーパーマリオランは、宮本さんの言葉を借りるとアップルでもかじりながら片手で簡単にプレイできるそうですよ。皆さん、アップルのスペシャルイベントと同日に、いや同日にですよ、ソニーはニューヨークで行われたプレイステーションミーティングで 4K と HDR に対応した PS4 Pro を発表しました。9月7日はとにかくすっごい1日でしたね。 PS4 Pro は11月10日 44,980円で発売予定です。そして2週間前からリークが出回っていた小型 PS4 はもう新型 PS4 として正式に発表され、ペルソナ5と同日9月15日ですね、29,980円で発売される予定です。皆さん、バージョンはともかくとして PS4 はそろそろ買い時だと思います。先日新しい相棒システムが紹介されたポケモン GO ですが、ピカチュウ、あら、ピカチュウこんにちは。ポケモン GO プラスの発売日も9月16日に決まり、価格は3,500円となります。ピカピカ。ポケモン GO プラスをスマートフォンと連携して利用すると、画面を見ずにポケストップからアイテムを入手したり、ポケモンを捕獲したりすることもできます。購入する前にお持ちの端末で使用できるかどうかは、必ずポケモン GO プラスのサポートサイトで確認してくださいね。ピカチュウ。いよいよ東京ゲームショウの開催が近づいてまいりました。イエーイ。9月17日と18日はパブリックデーとなりますので、ぜひ直接足を運んでみませんか。会場では FF15、龍が如く6、バイオハザード7、ホライゾンゼロドーンなどのようなビッグタイトルのほか、9月15日発表予定のスクエアエニックスによる新しいアクションゲームをはじめ、会場で発表される新しいタイトルもあるみたいですよ。そして実際に使用できるゲームもたくさんありますので、ゲーマーなら必ず行きたいイベントだと思いますよ。東京ゲームショーが楽しみで仕方ない気持ちもわかります。でも実はその前にもう一つのゲームイベントがあるんです。本日9月9日から11日にかけて韓国の釜山で行われる釜山インディーコネクトフェスティバルは、インディーゲームが好きな方ならぜひ注目してほしいイベントです。韓国のオリジナルタイトルのほか、インドやスウェーデンなど様々な国からのインディーゲームが出展される非常に国際的なイベントです。 IGN Japan は直接現地に駆けつけレポートしてまいりますので、どうぞご期待ください。以上が9月9日のウィークリーフィックスでした。もっとゲームニュースを見るには IGN Japan のウェブサイトからどうぞ。そしてですね、来週のウィークリーフィックスなんですけど、東京ゲームショー2016の会場から直接お届けしますので、どうぞお楽しみに。